藤原均藤。藤原の近藤は、平安時代中期の苦行、家人。藤原北家小野宮流、関白大乗大臣、藤原頼忠の長男。家庭には、聖人、剣大納言。小倉百人一種では、大納言均藤。和漢老英衆の選者としても知られる。祖父、佐根より、父、頼忠共に、関白、大乗大臣を務め、母、 第五天皇の孫、妻、村上天皇の孫共に二世位の女王。また、いとこに、とも親王、右大臣、藤原さねすけ、諸家、藤原すけまさがおり、政治的にも、芸術的にも、名門の出である。関白の子として、天元三年、九百八十年に、清涼殿にて、遠友天皇失業の下で元服して、 異例の聖五位下に除せられるなど、将来が期待されていた。理髪は、藤原東則、下官は、左大臣、源正信が務めたが、天皇自ら下官したと申される。同年七月に自重に任せられる。天元四年、981年十四位下、天元五年、982年十四位上と、順調に昇進し、同年には、姉の従う子が、 遠遊天皇の皇后に建てられている。従うこの立皇も初めての三代に従った、近藤は、藤原か家の邸宅、東三条殿の,の前を通り過ぎる際に、女王のままであった、喧嘩の娘の戦士のことについて、この女王は、いつか皇に二十歳に玉恨むとの失言を放っている。その後も、霊冠元年、九百八十三年左この江県、中条、神奈元年、 985年生四人下に叙任されるなど、縁夕朝から花山朝にかけて昇進を続けた。しかし、カンナ2年、986年一条天皇の即位に伴って、父の頼忠は関白を辞任して、藤原兼家が摂政となり、政治の実権が小野宮流から九条流に移る。同年七月には一条天皇の聖母として皇太后となった。 藤原選手の三代に、金刀がグーブしていたところ、進む内市に、お妹のすばらの甲は、いずくに顔はるとやゆされ、以前の出現の仕返しをされている。また、喧嘩の息子で、同い年の藤原道長はこの時点で、十五一下の異界にあったが、翌永遠元年、九百八十七年には一挙に、十三味まで昇進し、金刀はた叩く間に異界を追い越されてしまっている。 なお、カンナ2年、986年10月に行われた、遠遊上皇の大井川遊覧では、大井川に、監視、和歌、還元の3層の船に名人を乗せて、芸を競わせたが、近藤は、源の相方と共に3船に合わせ乗る名誉を得た。永遠3年、989年倉人と、頭中将に任ぜられるが、この頃には、近藤の昇進は、 相当に停滞しており、同時期に、蔵人頭を務めた藤原海忠し、一年四ヶ月、藤原道より、一年三ヶ月、藤原惚れ地下、五ヶ月が早々に参議として苦行に、登っていく中で、金刀は三年半の間、蔵人頭に留め置かれる。省略二年、九百九十一年九月には、参議の決意が発生したにもかかわらず、金刀の任官は見送られ、 翌省略三年、九十二年八月になって、ようやく賛議として苦行にでしたが、一方で、この絵中条を免ぜられている。このような昇進状況に対して近藤は相当の不満が溜まっていたらしく、省略四年、九百九十三年関白、藤原道隆をはじめ藤原氏の苦行ほぼ全員が、愚部した一条天皇の大原の神社への行行に、不参する事件を起こして、 一時直感をこむり三代を止められている。このように金藤は、失勢の道高に対して不満を持つ一方、同じく道高に反発していた、道高の弟の道金とは親密であり、省略五年、九百九十四年には、道金の幼女、実は、昭平親王の娘と結婚している。なお、長徳年間、九十六年から九十九年、 五郎には、四川和歌集、周囲章を戦しているが、周囲章は、花山上皇が将来直線和歌集、周囲和歌集を編参する際の目安として、均等に編参を命じられたと想定されている。当時、和歌の王屋であった、清原元助、平金森、大中富吉信、藤原中文らは、すでに没し生存中の藤原長義源重之は地方に下っているなど、 花壇は極度の人材不足に陥っていたため、まだ三十歳前半であった金刀が戦者を命じられたとみられるが、結果的にこれが金刀を花壇の第一人者に乗し上げることになった。長徳元年、九百九十五年の赤半層の大流行や長徳二年、九百九十六年の長徳の変を経て、失勢の座は藤原道長に移る。長徳五年、 999年、金藤は14年ぶりに、少女されて、13位になるが、この頃より金藤は道長に接近するようになる。具体的には、以下のような記録が残っている。これらの活動が奏行してか、長宝三年、1001年8月に、上席の三義三名、藤原康平、菅原助政、藤原佐根信を超えて、中納言に任せられ、10月には肖像くらいに、 除せられている。長宝六年、千四年十月に一条朝の四、ナゴンの一人で金刀の一歳年下であった、藤原忠信が、官職は県中納言ながら、十二位に除せられ、金刀は、理解の上で超えられてしまう。孔子共に、密接な交流のある親しい友人であった忠信に、先を越されたことは金刀を刺激したらしく、直ちに出資をやめてしまい、十二月になって、 中納言左衛門の、ただしの辞表を同庁に提出する。この辞表に関しては、まず当時の有名な文人であった、木人氏名や、大江ことに書かせるも金刀は、満足できず、大江正平が妻の赤染衛門の知恵を借りて、ようやく作成したとの逸話がある。結局、7ヶ月の不産を経て、翌観光2年、1005年7月に、12位に除せられ、 近藤は再び三大を再開した。同年末頃より近藤は同朝廷を訪問することが多くなるなど近藤は未知町へさらに接近し、迎合の度合いを深めた。観光年間前半には直線和歌集、周囲和歌集が編纂されているが近藤の和歌は現存歌人中最多の15種が再録されている。 この和歌集には金刀が以前編纂した周囲章の和歌がすべて再録され、さらにはこの和歌集は周囲章の声明に押されて当時の花壇にそれほど迎えられなかったなど、花壇における金刀の影響力が極めて大きかったことが伺われる。その後、観光六年、千九年に藤原忠信と共に現代名言に昇進するが、この間の観光五年、千八年に 藤原忠信が、観光7年、1010 10年には、同じく四名言の一人である、源の年方が先に、正任意に昇進定界面で先を越されている。一条天皇の子女を次々生んでいた、中宮の藤原明子に、中宮の兼大部として仕えていた両名と異なって、皇太后グル大部のみを兼ねて、姉の皇太后、藤原従氏に仕えていきんとは、 会議を進めるような業務に任せられることもなかったが、かつてのように人事に反発することもなく、おののみやけの時代がすでに遠くへ去ってしまったことを悟っていたか。観光九年、千0 1 2年4月に長女藤原のリミに突がせる。失勢道長の失足を無効に望む苦行は多かったが、近藤はこの結婚がよほど自慢であったようで、道長に反発を持つ、 同じ小野宮流の大納言、藤原氏に対してこの婚儀のことを長々と喋って、サネスケを並行させた。一方で、近藤は経済的に不如意だったためか、サネスケから婚儀のための衣装を借り、神父のための女装束を送られている。なお、この結婚の引き出物として送られたのが、和漢楼栄集である。同年11月に三条天皇の大上会が行われ、 ゆきこく師匠として、大見守れを兼ねていたのりみちに、ジョイのサタがあったが、のりみちはこれをシュートに譲り、金刀が、正二位に少女された。官任五年、1二2 1年左大臣、藤原武志公の皇居により、大臣の席が二つ空き、下座の県大納言であった向こうの藤原のりみちが、内大臣に昇進し、大納言であった藤原さねすが、右大臣に上ったため、 政官の大納言が藤原忠信のみとなる。しかし、筆頭の兼大納言であった金刀は、欠感のある大納言への昇進が叶わず、大臣の座は愚か昇進の限界へ来ていることが明らかになっていた。さらに、治安三年、1023年次女、下川子の養女を、翌治安四年、1024年長女、藤原則道室を次々となくすが、金刀は、 精神的に大きな痛手を受けたらしく、この頃より出資をしなくなり、同年12月には、現代納言の官職を辞任した。万十二年、千二十五年正月に、邸宅の市場の宮が消防したため一時延期する。ものの、翌万十三年、千二十六年正月四日に、弟、再縁がいる落北派生、現在の京都市左京区岩倉派生町の下脱寺で、出家を果たした。 開氏は、三井寺の別当門慶僧図。出家した金刀は下達寺から北に一丁ほど離れた、平地に山荘を営んで居住した。山荘の後は、現在も、老英国と称されている。金刀の出家は、間もなく、都に知れ渡るが、その反響は大きく、早速すでに出家していた道長から和歌に添えて、包囲一両が送られると、向こうの乗り道や、子、 サ頼をはじめ大勢の人々が、次々と訪れた。少し落ち着くと、今度は、同じ四ナ言の藤原忠信の訪問を受ける。金刀と同じく、道長の子息、長い絵に嫁がせた娘を若くして失っている。忠信は、死んだ娘のことをルルと言い続け、一方で、出家の決心もつかない心情をとろし、これに対して金刀は、自らの経験を語って、忠信を慰める。 忠信は時間になっても自居する気になれず、二人して泣き続けたという。満十四年、千二十七年になると六月に、源の年方が、十二月には、藤原道長と藤原光勢が同日に没し、藤原道長とその政権を支えた四名号は金等、出家後わずか二年ほどの間に、金等と忠信の二人を残すのみとなる。金は、属官と離れるが、 源の常よりの依頼を受けて、夕食古日を教授したり、定よりが月見で、人々が読んだ和歌を読み草にして、金刀に送ったところ、金刀が、当時まだ無名であった、藤原藩久氏の読んだ和歌を見つけて絶賛し、これを伝え聞いた、藩久氏がその読み草をもらい受け、金帯に入れて、家宝にした、などの話が伝わっている。長元八年、千三十五年最後まで寛解に、 残っていた、藤原忠信も、大人年間を果たせぬまま没し、結果的に四名言は均等が、最後まで生き残った。長久元年、1040年の年末より、草室にかかって10日ほどわずらった後、翌長久二年、1041年1月1日公居。去年76。和歌のほか、監詩、還元にも優れた才能を見せ、 道長に対して自らの才能を誇示した三州の際の逸話は、小野宮流の着難として芸術面での意地を見せたとも言える。また、道長には迎合していたものの、自らの文字に対する誇りは高く、四名言の一人忠信に異界を越された際は、半年間出資を止めた上に、当時文人として有名であった大江正平に作らせた辞表を出したこともあった。歌集。 大納言金刀衆、四川衆、金玉和歌衆、歌論書、新鮮隋脳、和格本などがあり、和勘楼栄衆や三十六河川の元となった、三十六人川は、金刀の線による、直線歌人として、周囲和歌衆、十五首以下の直線和歌衆に八十八首がいる、首している。また引退後表したと見られる、夕食古実書、北山賞は、 節関政治期における朝廷の儀式、年中行事の詳細がわかる、主な資料である。道長が近藤に対して、対抗意識を燃やしたという逸話もあるが、実際には、カンナ2年、986年の大理歌合わせで、若手貴族の代表として、道長、忠信共とに選ばれるなど、青年時代から共に行動することが多かった。なお、実際に四名の中で、唯一、 道長が政権の座に就く以前に参議に昇進している、省略3年、992年8月。大鏡に見える、三船の祭とも言う。道長が大井川に、監視の船、還元の船、和歌の船を出し、それぞれの分野の名人を乗せた際、乗る船を訪ねられた金刀は、和歌の船を選び、小倉山嵐の風の寒ければ、もみじの錦、 なヌぬじんぞなきと読んで称賛された。ところが近藤は、監視の船を選んでおけば、もっと名声が上がったはずだと、悔やみ、道長に船を選べと言われた時に、すべての分野で認められているとうぬぼれてしまったと、十回した。なお、記録上多い側において、三州の遊興が開かれたのは、カンナ2年10月10日、986年11月14日。 遠遊上降臨席の下開催されたもので、道長や近藤もこれに参加したと思われる。なお、この時に、前と笛の演奏が賞賛された、源の自中は、直後に法相として賛議に昇進している。この時代、強盗、窃盗、市中戦の三つの罪については、ケビン氏が裁判を行うことになっていたが、長徳二年、996年11月に、 ケビン氏の最高責任者であった、ケビン市長別当である金党の別当選によって、初めて帰還門、判決文に、と、懲役年数が書かれることになった。それまでは、被害額の総額に応じて、との年数は定められていたものの、その年数が、罪人に示されることはなく、罪人は釈放されて、初めて自分がどんな刑罰を受けたのかを知ったという。金党は、その矛盾を指摘して、 これを改めさせた。この時、左衛門の死であった、明望家、法律家のこれ宗光みは、近藤の意向に沿って、素晴らしい帰還門を書き上げ、法律家としての名声を高めたという。観光5年、1008年11月1日、土見門殿でも用された、厚平親王、五一条天皇の誕生祝いの宴で、 酔った金刀が紫式部に対して、この辺りに若紫はいられませんかと声をかけた、という。式部は、光る源氏にの人もいないのに、どうして紫の上がいるものかしらと思い、その弦を聞き流した、と紫式部日記に見える。なお、この逸話の情が、本文以外で、源氏物語に触れられた、記録の初見とされる。宇治周囲物語巻第、第二二十一 156, ある、神田締め中条の時、メシュードに会うことの末尾には、悪法師の恨みを買ってさらわれ、助け出された思い出を語る鬼事を指して、史上大納言、金刀のことと、猿は、誠やらんとある。中気のないものは、苦行部人による。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。